不動産開発企業中国恒大集団の経営危機によって世界経済が落ち込むのではないかとニュースやメディアで報じられています。しかし中国における危機は何も不動産だけではないのです。中国では2021年下半期に入ってから深刻な電力不足となりました。全国の3分の2で電力の供給に影響を与え、さらには断水まで起きているのです。特に中国東北部は寒波が押し寄せています。暖房すら使用することができなくなっている家庭もあるのです。そんな状況であるにもかかわらず、中国は現状を打開することができていません。まさにエネルギー危機ともいえる状況になりつつあります。そしてこれが中国の経済減速につながっているのです。中国に何が起きているのでしょう。どうも、まさとです。中国のエネルギー危機は何も中国だけの問題ではないんですね。日本の経済は中国の経済と切っても切り離せない関係になっています。中国経済が不振に陥れば日本にも大きな影響が及んできます。まずどの程度中国の経済は失速しているのでしょうか。まずは推移を見ていきましょう。経済の力強さ、規模を示す指標である GDP という数字があります。中国は2021年、昨年比を見てみると4月から6月期はプラス 7.9% と高い成長の水準を見せています。しかし7月から9月期はプラス 4.9% にとどまっています。比べてみるとマイナス 3.0% であり、明らかに中国の景気は減速しています。この原因は中国の電力不足、そしてエネルギー不足に関係があります。そもそも中国がエネルギー不足になった理由は何でしょうか。まずは強引な CO2 排出抑制を行ったからです。中国政府の CO2 排出抑制目標は2030年までに減速に転じさせ、2060年までには実質ゼロにしていくことです。ただ今年度の初め、思うようにCO2 排出の抑制が進みませんでした。なので地方政府は最近火力発電所の操業の停止を行っていきました。これで電力が不足してしまいます。電力が足りないということは停電が起こるということです。家庭での停電はもちろん、工場の操業も止まってしまいます。電力をたくさん使う鉄鋼、アルミニウム、セメント産業などは大きなダメージを受けました。電力が不足するということは同時に価格の上昇も意味します。電気料金が上がると工場を動かすコストが上がってしまいます。生産コストがかかる分、商品を売る際に上がった分上乗せしなければ企業も採算が取れません。軒並み物価が上がっているのです。この強引なやり方も非常に影響が大きかったのですが、これは中国におけるエネルギー危機の序章に過ぎません。ここに来てワクチンの普及に伴って世界経済が回復を始めます。そして世界的に止まっていた工場、産業が動き出しました。その結果電力の需要が高まりました。その結果エネルギーを生み出す資源の取り合いとなり、資源の高騰が起こりました。エネルギーを生み出す資源とは何か。それは石炭、石油、天然ガスなどです。第二次世界大戦前、世界のエネルギーの主役は石炭でした。採掘が簡単であること、価格が安定していることがその理由です。しかし石炭は燃やすときに多くの有害物質を出します。世界の環境に対する意識の高まりによって石炭の使用は抑えられていくことになります。そして主役は石油、天然ガスへと変わっていきました。天然ガスは石炭と比べると CO2 の排出量が少ないです。世界的に気候変動の原因となる CO2 の排出量を少なくする方向で動いていますので、できれば排出目標を達成するために天然ガスを使用したいところです。しかしこの天然ガスまでも価格が高騰しているのです。特にヨーロッパで天然ガスの需要が高まりました。ヨーロッパは世界に先駆けて再生エネルギーでの発電を進めています。しかし2021年イギリスなどでこの再生エネルギーの発電が不振なのです。風力発電が十分に機能しませんでした。そこで天然ガスの使用を多くして発電をしたのです。つまり天然ガスが世界的に使われるようになって天然ガスも不足しているんですね。その結果天然ガスの価格も世界的に上昇してしまいました。そこで中国は石炭による火力発電に再び力を入れ始めるのです。石炭は CO2 排出量も多いですが、そんなことは言ってられません。電力の確保をしなければ停電の解消も経済の失速も解消できないのです。しかし石炭の価格も大きく跳ね上がりました。2021年5月までは100ドルにも満たない価格だったのですが、10月には220ドルを超えてしまったのです。電気を作るコストが跳ね上がってしまったので、
電気代そのものが跳ね上がっていきました。工場を動かすコストが上昇していきます。石炭の価格を押し上げた理由としていくつか考えられます。中国の方で大洪水が発生し、石炭の炭鉱が水没してしまったんですね。2000万トン分の生産量が水没してしまい、まるで石炭が足りなくなってしまったんです。さらにコロナによる経済の再開によって石炭の取り合いとなり、オーストラリアとの貿易戦争も中国の石炭不足に大きな影響を与えています。オーストラリアから中国は石炭を輸入していたのですが、オーストラリアといざこざがあり、2021年から輸入が停止されてしまいました。そこで中国は世界中から石炭を集めていますが、それでも全く足りません。中国は世界の工場です。石油、石炭、天然ガスが高騰し、電気代が上がれば生産コストが高くなります。今後中国製の日本に入ってくる商品も高騰する可能性があるんです。実は日本は2021年となり、より一層輸入品の中国依存が高まっています。2008年のリーマンショックまでは輸入先第1位はアメリカでした。2008年からアメリカの輸入割合は減少を始めます。そしてコロナ禍の2020年には中国からの輸入がアメリカを大きく上回ったのです。中国はコロナから世界に先駆けて復活したためです。これだけ中国とつながりが深いので、中国がつまずくと日本にも大きな影響が出るんですね。中国は現在エネルギー危機となりつつあります。不動産会社の倒産問題に加え、中国の物価は上昇し、経済発展は減速しつつあります。その影響は当然日本にもあります。これは対岸の火事ではないのです。コロナ禍で不振にあえぐ世界経済、それに加えて様々な危機が襲来しつつあります。中国のエネルギー不足も非常に深刻なものがあるんですが、世界中であらゆるものの価格が上がってしまっているような現状なんですね。日本でもガソリン価格が上がってしまって、メディアが騒いでいます。もう物価上昇は日本でも始まっているんですね。まだ凄まじい影響は出ていませんが、こういうものの影響って離れているところで起こった場合、時間差でやってくるものです。長い平成不況に加えて消費税 10% による経済へのダメージ、そしてコロナによる不況、さらに物価高騰が起こっています。このままだと石油危機に起きたスタグフレーションが再び起こるかもしれません。スタグフレーションとは不況なのに物価が上昇することです。また何か新しい情報が入ってきたら発信しますね。何か皆さんも知っていることがあればコメント欄に書いていただけると嬉しいです。今回の解説は以上です。別の動画でお会いしましょう。ではまた。